私は美香子。結婚2年目で共働き、夫の瑛太とは家事も分担しうまくやってきた。そろそろ妊娠のことも考えようかな。なんて思ってた矢先、瑛太の会社が倒産した。ごめんな、急に。こんなことになって。仕方ないよ。瑛太のせいじゃないんだし、落ち込まないで。できるだけ早く次の仕事を探すからさ。私も働いているんだし、焦らずゆっくりやっていこうよ。ありがとう。だが瑛太の再就職は難航した。また今回もダメだった。元気出して。せっかくの機会なんだし、瑛太のやりたいこと探してみたら。そんな簡単に言うなよ。そんな難しい時期が3ヶ月ほど続いたある日のこと。俺、地元に戻って親父の会社を継ごうと思う。え？前は嫌だって言ってなかった？うん。でもこないだ親父に倒産の話をしたら、戻ってこいって言われてさ。親父もいい年だし、そろそろ誰かに仕事を任せたいって。瑛太の地元か。私は仕事を辞める気はなかった。美香子、一緒に来てくれるだろう？そうしたい気持ちはあるけど、会社に相談しないと。え？やめてくれないの？こう言ってはなんだけど、転職して間もない状況だったら共働きの方がいろんな面で安心だと思うのよ。でも俺一人で地元に戻ったらなんて言われるか。田舎だしさ。とにかく会社にリモート勤務も含めて相談してみるわ。わかった。あと、もしリモートで働けそうでも父さんには内緒にしておいてもらえない？え？田舎だからそういうの面倒なんだよ。わかった。応援するって決めたしね。ちょっと納得できないとこあるけど、でも瑛太、結婚前は絶対に帰りたくないって言ってたのに。瑛太は岐阜のことがずっと苦手だと言っていた。数回しか会ってないけど、私も苦手なんだよね。無神経で。お母さんも苦手。お父さんの失礼な発言をスルーするし、挨拶してもそっけないっていうか冷たくて。瑛太と一緒に彼の地元へ行きたい気持ちと、今までのように距離を持って生活したい気持ちで、私はモヤモヤしていた。そして1ヶ月後。瑛太、おかえり。ただいま。おかえり。私の仕事がリモートで OK になると、瑛太はさっさと荷物をまとめた。そうして今日彼の地元へやってきたのだ。わざわざ住む部屋を借りなくてもいいのに、うちで一緒に住めばいいじゃないか。いや、俺も一応大人だしさ、そこまで甘えられないっていうか。なんなら今から住んでもいいんだぞ。部屋は解約すりゃいいしな。そういうわけにはいかないから。なんだ、せっかく良かれと思って言ってやってるのに。それはそうと、美香子さんはいつから働けるんだ？は？あんたもうちで働くんだろ？そんな話は聞いてませんけど。それに私は。美香子はこっちの生活に慣れるのが先だって。そうか。まあすぐに子供できるかもしれんしな。こっちは都会と違って空気もいいし、きっとすぐはらむぞ。ただいま。ちょっと飲みすぎたな。ちょっと瑛太、話があるんだけど。え？え、じゃないわよ。なんで私も働く話になっているのよ。いや、それは父さんの誤解なんだって。俺は電話で断ったんだけど、勝手に向こうが勘違いしていて。だったら今日ちゃんと断ってよ。そういうわけにもいかないだろ。これからお世話になるんだしさ。瑛太が言えないなら私が言うけど、大体なんで私がリモートで働くこと伝えちゃダメなの？だって俺の会社は倒産になったのに、お前は離れても仕事続けられるなんて男として気まずいだろ。何が気まずいのよ。それは父さんは古い人間だからさ。だとしてもやっぱり私は正直に言うわ。だってこのままじゃ私もお父さんの会社で働けって言われそうだし。美香子はそんなに父さんの会社で働きたくないの？いやよ。だってお父さんの会社って親族で集まってる会社じゃない。そんな場所で嫁の私が働き始めたら召使いみたいに扱われそう。あと、今の会社でリモートで働けるのに別の仕事をする必要ないと思うけど。まあそうだけどさ。なんだか不安だな、ここで生活していくの。その不安はすぐに的中した。数日後。さて、仕事の時間ね。ログインしてメールチェックしながらチャットで報告っと。あ、しまった。インターホンをオフにするの忘れてたわ。でも今手が離せないし、申し訳ないけどスルーしちゃおう。しつこいな。でも宅配便もないはずだし、何度も鳴らされるのってちょっと怖い。よかった。録画機能あるから、後で確認しておこう。え？た、
誰？ミカコさん、いないのかい？この声、お父さん？おい。なんですか？おお、いたんだ。よかった。あんた暇だろう。今からちょっと買い物付き合ってくれや。いえ、今は仕事、用事があるので無理です。用事？それよりなんでうちの鍵持ってるんです？ああ、エータに渡すよう言ったんだ。何かあった時用にな。はあ？別にいいだろう、家族なんだし。よくないです。勝手に入ってこられたら困ります。なんだその口の聞き方は。しつけのなってない嫁だな。旦那の親にそんな態度取っちゃダメだぞ。まったく体は立派なのに中身は世間知らずのお嬢ちゃんなんだな。まあまあ、そんな怒らないで。早く用意しなよ。今から買い物と飯に連れて行ってやるからさ。結構です。そんな邪険にしなくてもいいだろう。今すぐ出て行ってください。私は今仕事中なので。今は打ち合わせ中だったのでこの会話も先方に聞こえていますよ。お、私は仕事辞めていないんです。今はリモートで仕事しているんです。なので邪魔しないでください。リモ、なんだそれは。とにかく帰ってください。詳しい話はエータさんに聞いてください。エータのやつ、何してくれてんのよ。音声が聞こえてるってとっさの嘘でなんとかなったけど、お父さんどう考えても私と二人きりで出かけようとしてたよね。あ、そうだ、鍵チェーンかけておかなきゃ。この日はずっと恐ろしさに心臓がバクバクしていた。その夜。ただいま。エータ、話があるんだけど。俺もある。ミカコ、父さんめちゃくちゃ怒ってたぞ。はあ？明日謝りに来いって言われた。仕事終わったらすぐに実家行くぞ。あと父さんにリモートのことなんで言うんだよ。言わないって約束しただろ。その前になんで勝手に家の鍵渡してたわけ？初耳なんですけど。それは家族だし、何かあった時のことを考えて。お父さん、合鍵使って勝手に入ってきたのよ。しかも仕事中に。二人で出かけようって言われてめちゃくちゃ気持ち悪かったわ。気持ち悪いってその言い方はないだろう。そっちこそその態度何？自分の妻が怖かったって言ってるのにお父さんの肩を持つの？エータ、こっちに戻ってきてからお父さんにずっと気を使ってるよね。仕方ないだろう。今は父さんの会社で働いてるし。じゃあエータは自分のためにお父さんからのセクハラを我慢しろって言うの？セクハラって大げさだよ。それ本気で言ってるの？ミカコは都会育ちだからちょっと潔癖なんだよ。父さんの行動は田舎ではスキンシップっていうか、みんなあんな感じなんだしさ、慣れてよ。慣れて？とにかくさ、父さんには明日謝ってよ。父さんの機嫌悪いと一緒に働いてる他の人にも迷惑かけるからさ。何よその態度。本当に私の方が悪いと思ってるの？私はとても嫌だったが仕方なく翌日エータと共に義実家を訪れることにした。父さん、来たよ。お邪魔します。おお、いらっしゃい。え、父さん飲んでるの？ちょっとだけな。さあ、ミカコさん、俺の隣に座って酌をして。母さん、ミカコさんにグラス。お酒を飲みに来たんじゃないです。それに車で来てて、エータさんは免許ないので。なーに、ちょっとくらい大したことない。なんならうちに泊まっていけばいいだろう。なあ。結構です。ミカコさんは気が強いな。まあ俺はそういう生きがいい女も嫌いじゃないがな。いや、いて、何すんだ今。足触ったでしょ。エータも見ていたでしょ。信じられない。そこまで父親に気を使ってバカじゃないの？そんなんじゃない。じゃあ何なの？親の機嫌のために妻が何されても平気なの？最低だね。ミカコこそ大げさなんだよ。ちょっと触っただけじゃないか。それ本気で言ってるならもう一緒にいられないわ。うん。結局はお父さんに頭が上がらないだけでしょ。私を使ってお父さんのご機嫌取ってんじゃないわよ。おい、嫁のくせになんて態度だ。嫁のくせにって何？あんたの嫁になったわけじゃない、セクハラジジイ。なんだとこいつ。いや、その時だった。うわあ、何すんだ。鍋が煮立つ前で残念だわ。母さん、今まで散々あんたに我慢してきたけど、
とうとう平気な顔で息子の嫁に手を出すなんてね。いや、これは別にそんなんじゃないから。私をバカにするのもいい加減にしな。いて、なんだよ急に。急じゃない、もう限界なんだよ母さん。落ち着いて。このヘタレ息子、お前は向こうで震えてろ。なんなの一体。突然の義母の学生に唖然としたが、私そっちのけで争う親子に呆れ、一人で車に乗って帰ったのだった。その後私は荷物をまとめてすぐに実家へ逃げた。本気で離婚する気なのか。そうだって言ってるじゃない。もう嫌な思いはさせないから戻ってきてくれよ。今度はちゃんと父さんに言うしさ。今うちは母さんもいなくなって大変なんだよ。それ私に関係ないよね。エーダはお父さんと仲良くね。あ、ちょっと。お母さんずっと我慢してたんだろうな。何があったかはよく知らないけどさ、義母は突然あの家を出て行ったそうだが、私には謝罪の手紙を送ってきた。お母さんが責任を感じることないと思うんだけどね。でも私がお父さんに切れたのが覚醒のきっかけになったみたいで、それは良かったな。エータの実家は義母がいなくなり、義父はエータをこき使っているらしい。問答無用に同居となり、家でも仕事でも義父の言いなりだそうだ。お父さんはまだ偉そうにしてるけど、それも長く続かないだろうな。ワンマンでやってる義父の会社は不況の影響で業績はあまり良くないらしい。なのに景気がいい時と同じ金遣いで借金を重ねていると義母が教えてくれた。逃げてよかった。それにしてもリモートの申請しておいてよかったわ。実家でも仕事続けられるし、今後のことは弁護士さんに全部お任せして、私は誰にも振り回されず心の平穏を保って生活していこうと思うのだった。